はい、こんにちはくんです。ということで今回はね、前回の動画で罪を犯した動物軍団がいるんで、撃ちに行くツアーを、エンターテインメントツアーをちょっと計画します。動物撃ちに行きたいやつちょっと集合しよう。たい焼きの釣り小屋のところ集合。もうちゃんとねマナーを守って撃ちに行ってください。注意事項、動物は抵抗してきます。なので近づかないでください。決して動物に、動物に近づくのは危険です。大変危険なので動物を舐めないようにしてください。タコはさ、お前、おい、マジかよお前、動物狩りツアーのなんか格好じゃないぞそれ。やばすぎ。それで狩りに行くんだ、動物。苦情業者じゃんもうそれ。ちょっとボートちょっと並べてくんね。あっちの島なんだけど、ちょっとボートが欲しいな。あったあった。はい、乗って。はい、もうない人は泳ぎで行くよ。こっちだよ。はい、哀れな動物たちを見に行こう。ちょ、タコワサ893ちょっと乗りなよ、これに。今じゃ降りて。あれ持ってるっしょ、ミニガン。あ、それで撃てんのか。お前なんかラグいぞ、タコワサ893。なんか、この辺の島のはずなんだけど、もう撃ってる、動物。やばすぎ、それ。もうイージス艦じゃん、これ完全に。いたぞ、撃てー、撃て、撃ちに行け、襲撃。いたぞ、もう死んだ。この中、動物。この中にいるぞ、こいつら。リスキル。リスキルしたれ、こいつら。最悪だな、これ。ひどすぎる。よし、もうこのまま。危険です。餌をあげないでください。うわ、なんか死んだ。これ、そっか。参加者も死ぬ危険があるのか。あれ？これもしかして、キープインベントリーオフ？え、まずくね、それ。キープインベントリーオフになってる？え？え、奪い合い起きるぞ、そんなことしたら。そんなことがみんなに調べられたら、まずいぞ。反撃の時間だ。そんなこと知られたらまずいぞ。やばすぎ、マジで。動物が文明持った。やば。おい、なんか動物に中途半端に文明渡しちゃった。撤退。クロック回路壊した。あ、もしかして固定されなくなった。壊れてなくね？いや、壊れてない。めっちゃ殺されてる。なんかやばい。空中から撃ってるやついる。なんか、ジェットパックで。それやばいって、そのミニガンみたいなやつ。あと2万3000発撃てます。まあ、報いを受けただろう、動物たちも。棒に武装させないとな。こんななっちゃってる。ひでえな。ひでえありさまだ。しかも、チェストも全部没収されてない、なんか物とか。もうなんか、アップルパイしか残ってないよ。全部没収されてる。銃なくなっちゃった。まあまあ、動物たちはそっちにいてもらって。くん、来て。ん？なんだ？ね、これ。要素錠剤。こちらは私が制作した要素錠剤になります。前日テロリストに思われるパク・ウンウシによる原発事故の影響で大気中に放射性要素が、放出されました。放射性要素は児童などにおける甲状腺がんのリスクを高めると言われています。あ、じゃあ大変だな。こちらの要素錠剤を服用することによって放射性障害に対し一定の効果が見込まれます。まあ、なるほど。では早速ですが実験をしてみましょう。人体実験？あ、要素。飲んで。あ、え、あれ、治ったってない。あれ、ウラン238を与え放射線障害を引き起こした後に要素錠剤を服用してもらいます。あ、いや、治った。あー、ちょっとご苦労ってなんだよ。このように要素錠剤は放射性障害から身を守ることができます。銃弾からは身を守ることができなかったのか。ちなみにパクン牛は防衛から近くに潜伏しているという噂があります。あ、そうなんだ。逮捕するか。逮捕した方が良さそうだな。どこいるんだ、あいつ。すごいな、要素錠剤。あれ、いるじゃん。おい、うん。いるぞ。まだ弓とか持ってる、こいつ。へぼくせえな、こいつ。あ、逃げた。まあ、罪人入りかな。よいしょ。あ、AK! おー、AK が製作可能になってる。いいね。あと、弾を作んないとね。弾作る機構がないと。スティールインゴットはできてるから、これ、勝手に置いてみるか。勝手に、ハーデンドバレルってやつ。アモプレス使おう。アモプレス、これか、アモプレス。レシピを表示。あ、これでライフルラウンドが手に入るんだ。スティール、結局スティールがいるのか。火薬も必要。火薬の解決策がちょっとな。火薬ってなんとかして大量に取れないのかね。クリーパーをちまちま殺すしかないのか。これ。なんだこれ。石炭粉末とレッドストーンを使うことによって、火薬を入手！ほう。これどうやってこれできんの？
水を入れるのか。おお、なんか起動し始めた。なになに、トカリどうしたの。あ、火薬か。ありがとう。あー、なんか文明的になってってる。文明が進んでる、ここだけ。ちょっと待って、これ要素調査入れとこ。あの、動物図どうなったの。動物図はな、何してんこの動物大。何してんのこれ。あ、上に行ってこの中にあるものを運ぼうとしてるのか。あ、これを何とかしようとしてる。でもさ、動物たちさ、これどうやって何とかするつもりなのこれ。どうしようもなくないこれ。あー、まあやり方あるよ一応。あの、エンダーパールを張り付いてポンって投げたら中に行けるんじゃねこれ。エンダーパールで中に一応行ける。ただエンダーパールどうやって集めるんだろうなーっていうのは。涙ぐましい努力してるこいつら。涙ぐましいな。かわいそう。まあしょうがないね、荒らすから。いや、結構荒らしは隔離するっていうのをさ、前のサバイバル企画でもさ、評判良かったのよ。まあ平和になってネタも面白くなるし、まあ荒らしは隔離、まあもう鉄則だね。ん、なんだこの音。お、なんかタコ外しよう。お前なんか変な音しないか。お前ここなんか変な音するよ。何これ。ここ地下で何やってるこれ。どこ、これ自分じゃないと思う。これ何、どこだこれ。どこでこれ鳴ってんのこれ。とてつもない音してる。ここら辺。ただのたこ焼き屋さん。たこ焼き屋さん？あ、これか！誰だこれ？誰の施設だ？すげえ量の水生産してる。おい、新鮮な水こんな集めてどうすんだこれ！なんかさ、これ見て見て、この装置。なんか、水を作り出して、水を永久に破棄し続ける装置ができてる。見てこれ。水を無限に破棄する装置ができてるよ。新鮮な水からゴミを作る。これ何の工場なんだよこれ。マターっていう希少鉱石の生成をしている。あ、そうなのか。ここで希少鉱石作ってるんだ。すご。何に使えんのそれ。装備が作れる。そんな大義があったんだ。ふんさん、タコワサタコスに競合店が。ん？どこ？なんだこれ。いらっしゃい、ブリトーですよ。ブリーブリトー。タコワサって、あれだぞ。ヤクザバックについてんだぞ。お前、バックどこだよ、お前。まさかどこのバックもいない状態で始めたんじゃねえだろうな。やれ、下沢。ブリは押収する。ひどすぎる。なんか、だか結構さ、殺害がなんか派手になったよね、ギミックが。殺害のギミックが。店開いただけで殺害。店に銃突きつけられてガチで怖かった。クンさん、AK できました。できたか、タコはさ。おー、AK か。いいね。試し撃ちしたいな。よし、ちょっと試し撃ちだ。動物撃ってくるか、あの、あいつら。あいつら撃ちに行ってくるわ。おい、出れなくなった。撃ち行ってこよう、あの、まぬけども。うるせえ犬。あ、乗ってても撃てるんだ、これ。何してる？何してんの？こいつら。なんか、仲間割れ起こしてる。仲間割れしてる、仲間割れしてる。おい、ちょっと AK の威力試しに来たから来てほしいんだけど。こいつらすぐ転送される。おー！いいね。割とすぐ死ぬんだ。あの、お前ら殴りまくってるよくわかんねえ。おー、ありありあり。これだ、TP 早っ。こいつら本当にマインクラフト楽しいのこれ。こんなマインクラフトさせられて。おー。なかなかスリリングだな、動物がこう向かってくるの。おーおーおー、大変だ大変だ。あー、また戻っちゃった。すご。威力高えわ。もうありがとうな。なかなかの威力だな。すげえ。いいな。玉欲しい。玉の生産はまだ追いついてないよ。あれ？なんか今猿いなかった？今猿いたわ。かわいそう。マイクラもろくにできずに。マイクラもろくにできなくてかわいそう。みんなでなんかさ、やろうぜ。公共事業でもみんなで作って遊ぶみたいな。プンさんやばい。三毛猫はいなくなってる。え、ガチじゃん。え、銃乱射して死んだ。は？え、MS 泣くよ？ MS 大事に世話してたんだよ。え、なんで？え、誰がやった？ちょっと前からいなかった。殺したのは誰か知らない。MS 怒ってる怒ってる怒ってる。銃乱射しながら怒ってるぞ、こいつ。うわぁ銃乱射して怒ってる。おやめろ、落ち着け、MS。落ち着け、落ち着け。乱射しても何も解決しない。ぶっちゃけさっきサーバー入った瞬間からいなかった。え、じゃあ昼段階でもういなかったってこと？しかも配信会でいなくなった可能性ある？え？なんかログって残ってないかな？はい。ミーティング、会議。はい。会議室、招集。言うなら今だぞ。死体が発見された。ブーン。撮影外でサーバーに出入りしてた人間は誰だ？明らかに殺されてるぞ。
死んだログみたいなの分かるか。え、てかマジでちょっとショックだぞ、三毛猫死んだのは。え、自白するなら今デポンだけです。誰だ、見れるやつ誰かいる？ヒデか。ログ見れるやついるか？ヤニャンいるか？殺してログ出るにゃん。実績が出るらしい。実績か。ほー、見てみるにゃん。さあ、ヤニャーが調べ終わるまでにお前ら白状しろ。てか、あとここに集まってないやつ、怪しいぞ。おい、ディーディー、お前集まる気ないのか？ディーディー、トム、姫路城、お前ら集まる気ねえな。ド偏見ボットもいねえな。おい、そろそろ透けてるで。実績張ります。マイクラ雑談に、ヒデちょっとサーバーログ見てみて。あ、戻れる時間があって、あったので、対策して戻れなくしました。ちょっとヒデが調べてるから今。降誕じゃね？え？なんでわかるの？あれ？確かに降誕進捗解除してない？してないってことか。あー。おい、全員進捗晴れ。背景が黄色いとか全員晴れ、実績。で、あとヒデはヒデで調べて。え、俺じゃないよな。実績ってどっから見れるんだ？これか。はい、大丈夫なはずです。はい、セーフ。全員貼ってくださいね。さあ、誰だ、犯人は。もう白状した方がいいぞ。え、これマジで誰、犯人。これ MS が浮かばれ。MS、MS、銃を下ろせ、MS。MS、一回銃を下ろせ。わかった、わかった。犯人は突き止めるから銃を下ろせ、MS。ダメだ、こいつ。なんかおかしくなっちゃってる。こいつが怪しい。あ、デポン？犯人出てきたら撃つぞ、こいつ。銃で殺したら実績出ないとかないよね。てかさ、犯人が貼るわけないのか。確かに。確かに犯人が貼るわけない。てかさ、サーバーにさ、今日始まる段階で死んでたんならさ、俺怒ってるぞ、マフが。その前に入ってたやつは誰だ？その前に入ってたやつ、理系も入ってた。アッシー、谷系、ボー、ポテチ。コータンもいたらしい。うん。常に10人前後。僕撮影外で入ったことない。だって自分の動画撮らなきゃいけないもん。なるほどな、コータン。そうか。ま、そうだよな。勝手に言葉付け足すな。リケモ。リケモなのか？リケモ？お前なのか？別のやつしかやってない。何？別のやつ？ワード、突きつけろ。まず実績貼ってみな、いいから。リケモ、とりあえず実績貼りな。28箇所の刺し傷だぞ。デトロイト・ビカム・ヒューマンのネタやめろ、急にやるの。リケモ、貼れ。リケモ、とりあえずお前は実績解除してるみたいかな。リケモ、実績解除してるな。MS、MS、ルシアじゃないです。MS どうする？リケモを撃つ、リケモを撃たない。疑わしきは。あ、あ、撃った、誰か撃った。撃つ、1、撃つ、1で。殺せ！あー、このルート行っちゃったかー。このルートかー。今、氷がバフーって出たな。氷がバフーって出た。じゃあ、チームジョインよろしく。今のバフーマジで何なの？今さ、三毛猫からのメッセージじゃねえか？あれ、三毛猫のあれに似てなかったか？氷に。さっきのバフーって MS が殺した後に出たバフーってやつ。もしかしたら何か伝えようとしてたのかもな。まだホロライブやめたくなかったって。おい、おい、おい。え？え、リケモン死んだ時バフーってなったじゃん。え？リケモンが殺したのは別個体らしい。リケモンは別の個体。え？実際多分別個体な感じはする。リケモンは犯人じゃない。え？え、え、じゃあ嘲笑うかのようなあれがあったってこと？え？ミッション失敗。今分岐でリケモを殺してしま、無実のリケモを殺してしまったっていう、分岐に行ってる今。ちなみにリケモを殺した個体は初めって名前つけてたやつ。あー、なるほどな。まあ、それ殺しちゃったのか。でもなんか、わかんないのか。実績解除みたいなのって出ないんだっけ？ちょっと実験してみるにゃ。出る。現在調査中。まあ、バグったのかな。なんかさ、違うところに犬とかない？なんか、調べたら。スペックで見てみる。あー、マフマフがルシアを間違えて殺した説。なんか地下にはいなそうだね。いなそう。いないね。ダメそうな感じする。ダメだ。あー、せっかくみんなで捕まえたのになんか悲しいね。さよなら。悲しいな。みんなで愛してたのに。今から実験しますにゃ。実験？よろしく頼むにゃ。ん？にゃにゃは何をするの？実験って。あ、出して殺してみるってことか。やな！やにゃーがやなー殺してる！やにゃーがやなー殺そうとしてるぞ。本当のやつじゃん。やにゃーがやなーを殺してる。精神的な話？これ。やにゃーが変異体になる瞬間描写。あ、これ変異体になるんだ。やにゃーって変異体だったんだ。やにゃーは挑戦、ルーダーウェイキングを完了した。出てるね。多分これ殺したら出るね。ニャニャ変異体になっちゃった。で？でよ。サーバーログでその実績を見るんじゃない？だから。あ！
コマンドで全員実績解除させて、ログが出なかった人が黒では。あー、昼までいたって。昼まではいたんだ。やっぱりこの前ってことじゃない。ログこんな感じにゃ。まあ、調べさせてみよう。なんか怖っ。罪人炙り出してる。アルゴン、急に退出したね。眠たくなってきたのかな、アルゴンくん。確かめるという話になったら急に退出。どうしたのかな？なぜ急に退出したんだろう。ここでの退出は自白を意味する。アルゴンって V、バチャブタだったような。あ、あ、線と線が繋がって点になった今。あー。アルゴン、マイクラ雑談にも入ってない。マイクラ雑談に出てるぞ。ん？ん？え？答え？ふにゃんとりー、はず、コンプリーティッド。一人ずつ弁明を聞こう。この三人の中に変異体がいる。この中にいるぞ。タコワス893。リケモ。フニャントリー。この三人ログ持ってるらしい。なんでこんなデトロイトみたいになってんだ。はい、並べ、三人。あ、そっか、リケモ TP されるのか、罪人だから。法廷出席、あー、オッケー。はい、並んでくれ。罪人が解放されました。後でもう一回収容してね。で、お前ら、タコワス893、フニャントリー、なぜお前ら言わなかった？俺の前の様だったんで無関係かなと。私もサーバーリセット前に一度殺しておりますが、その時は生きていました。誰かが嘘をついてる。お前が殺したんだな。分かってるんだぞ。証拠はすでに出てる。4、脅す。お前はみんなが大事にしていたあの子を殺した。お前がどうなるか分かるか。この先にお前は解体されてメモリを消されるんだ。反応がない。穏やかに死にたくないだろう。このまま何も言わずに、ただメモリーを消されるだけ。そんなこと何の意味がある？ダメだ！こいつ変異体じゃないんじゃないのか？こいつじゃないんじゃねえか？穏やかに、穏やかに言ったけど、でもダメだな。なんか逃げ出した。逃走した。変異体は逃走した。おい、こいつじゃねえか？こいつだ！追いかけろ、追いかけろ。おえおえ。変異体が破壊された。これで本当に良かったんだろうか。これ大丈夫？これルート。本当にこのルートで合ってたのかな。なんかモヤモヤするけど。プログラム以上マイナス。あ、もう一回収容しといて、ディディ。ディディたち収容しといて。罪人が収容されました。おっ、そっちでまた楽しんでな。本当にニケモだったんだろうか。わかんないな。マフマフが無傷なのおかしくないですか。まあ確かに。まあ、よほど恨みを持っていたってことか。ダメだ、犯人がなんか闇の中になってしまった。まあでも真相闇の中だ。別の人の動画とか見たらいいんじゃないかな。多分別の人が別ルートやってるはずだから、フニャントリールートともやってるはずなんで、そっちを見てください。そしたらもしかしたら真相がわかるかもしれないですね。僕たちはまあこのルートなんで。フニャルート選ぶ人めっちゃ少なそう。確かに 10% ぐらいって感じがする。クンさん来て。ん、何、陰キャのやつ。クンさんついてきてください。こっち、はいはい。アッシーさん、ようこそ、クンさん。はいはい。本日我が世界政府は敵対勢力に対する驚くべき強力な新兵器を開発しました。ミリタリーファシリティーズフロムヒア、ドントエンター。こちら、秘密軍事先生、この世界を変える素晴らしい計画が進められています。そうなんだ。今からその記念すべき第1回の実験をしますので招待します。あー、これね。既得か。Please pass。OK。ろくでもない結果になりそうな気がする。こっち？この中？ん？何が始まるんだ。右の村人は被験体のです。どれだ。 なんかやってる。インキャです。ああ、そこら辺か。で、起動していいぞ。ん、何やってんのこれ。なんか起動した。ん、何も起こらんぞ。みんな防護服着てる。ものもの54322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 
瞬間爆発するやつじゃん、あれ。不発の時に、あれおかしいなーって言って行って爆発みたいな。なんか確認しに行ったけど大丈夫か？は？あれ？え？おい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 、なんだこれ？え？え？吹っ飛んだ、吹っ飛んだ、一気に。え？え？つか、隣にいたたわけは？え？え、ちょ、何が起こった？何が起こった？要素剤を服用しろ。要素剤持ってない。ちょっと待って、どうしたどうした、何が起こった、何が起こった、ここ。うーわ、え、やっば。え、え、く、爆発させたのか、意図的に。この計画で完成した新兵器は敵対勢力を迅速に圧倒的な力で無力化します。やばくないこれ。なんかもう、
吹き飛んでんじゃん。あんなのが街中に落とされたら、こんなの人間が扱っていいものじゃない。まあその通りだ。ちなみに燃料半分しか入れてない。半分でこれ？実験は成功、凄まじい威力だ。実験、もうちょっと、全力の力で一個実験したいな。実際、これを使う場所をさ、使いたい場所があってさ、こっちの方に。一箇所。一箇所使える場所がある。実験場が確保されてある。ここなんだけどさ、この島なんだけど、ここで使おう。ここの島で使ってみて、ちょっと実験。いくつか小動物がいるらしいけど、デキオコっていう小動物もいる。なんか動物図に入ってないなんか、デキオコ。連帯責任これ。ちょっとここで使おう。小動物しかいない。キツネちゃん、助けて。結局動物軍団全部こっちか。でも、威力を示すのにちょうどいい島だね。自生する生物に多少の影響を及ぶだろうが問題ない。まあそうだね。多少は。ちょっとフルパワーで一回やってみようぜ。ちょっと朝に準備できたら。今は燃料がないので、次回までに用意しておきます。なんかゴリラビがなんかすげえ実験してるなんか。すげえな。なんか だいぶ科学の力で、いろいろできてきたね。やっぱ科学ってすげえな。科学の力はすげえ。クンさん、資源が全く足りてません。何がないの？鉄とかすらもないってこと？金属全般。アサイくん。鉄納品してあげてくんない？タコワさんのところに。ここにある。どこあんの？あ、ここか。工場にあるっぽいよ。タコワさん。これちょっと、もらっときな。アサイが持ってる鉄全部谷系が掘ったやつだよ。谷系ありがとな。取りに行くとディディが殺してくるって苦情出てた。あー、まあ、大丈夫だよ。もう、ディディいないから。